視覚障害者が一人でポッドキャストを始めてみた立花龍之介ラジオ。皆さんこんにちは、立花龍之介です。視覚障害者独居老人アラセブの私が一人でポッドキャストを始めてみました。どうぞよろしくお願い申し上げます。今日はスイス生まれの数学者レオハルト・オイラーという方のお話をいたします。よもやま話の中では人を取り上げているんですが、八橋兼業とかね、杉山兼業、花輪兼業、その他ね、座頭市物語のお話とか割と日本の話が多かったんですが、今回はスイス生まれの数学者のお話でございます。1707年生まれと言いますから18世紀の方ですね。数学者です。で、この方の、キャッチフレーズというかトピック、いくつか申し上げます。まずこの方は58歳ぐらいの時に失明をしてるんですね。40代半ばで片目を失明いたしまして、50代後半で白内障によって失明をするんですが、そこから18年間数学の論文を出し続けた人です。8桁×8桁の暗算を全盛期は2秒で解いたと言われている人です。8桁×8桁というと、例えば5846万3625×8740万3600とかいうような計算式を2秒で解くそうです。暗算で、筆算では2秒は絶対無理ですよね。はい、実はね、私もね、この暗算解けるんです。でもね、答えが16桁になるんで答えを覚えていられないんですね。っていうのは嘘なんですが、16桁の数字覚えていられるだけでもすごい記憶力じゃないですか。掛け算の結果ですからね、凄まじい頭脳を持っていた、記憶力もすごかったというのは間違いないことだと思います。さらに学者の間、1年間に800ページの論文を平均で発表し続けた人だそうです。論文の合計というのは5万ページを超えるそうで、書籍化しようとしたんだけれども、あんまり本数が多いので未だに完成してない、というか完成を諦めて、電子的なデータとして保存するようにしたという逸話がある方ですね。ではその800ページ1年間に発表した論文のクオリティはどのくらいか、数学界でおおむね言われているのは、1年間に発表した論文のクオリティが優秀な数学者が一生涯かけて研究をして得られた論文に匹敵すると言われてます。すなわちこの方はね、57、8人分の優秀な数学者の一生をかけた研究結果を一人で発表してしまった人だそうです。キャッチフレーズ続きます。π 3.1400 という円周率を π と表現をした。また x とか y を使って、関数方程式などを表現する。あとは sin θ、 cos θ とかありますよね。あれの表現もこのオイラさんがそういう記述の方法を始めたそうです。それから微分、積分、この辺もオイラさんが非常に、数学の理論というか
そういったものを進めたそうです。すなわち世界中の多くの受験生を苦しめた男、あ、そんなことはないんですが、ねえそのくらい私たちにとっても身近な人なんですね。これから円周率 π というのを見たら、このオイラーさんを思い出してください。そうやって受験を乗り越えまして大学生になりますね。で、数学とか物理学とかそういう理系、また経済学などを勉強すると、必ずオイラーが残した功績、オイラーの関数ですとかオイラーの定理ですとか、そういったものに必ずぶつかるそうです。しかもとても重要な要素として。ですからそういう意味ではオイラーを知らない人の方が理系の学生では少ないというか、皆無と言っていいそうですね。まあね、文系の方ではね、例えば日本文学を研究する人にとってオイラーさんは出てこないでしょうけれども、理系では必ず出てくるそうですね。どういった分野でのどういった関数があるか、いっぱいありすぎる上に私は数学の素養がないので意味がわからないので省略します。申し訳ございません。この方のご生涯といいますか、1707年にスイスでお生まれになりました。お父様が、牧師さん、つまりプロテスタントの教会の牧師さんだったわけですね。神父さんというのはカトリックの、教会のトップが神父さんですから、牧師さんはどうもそういう階級的な上下じゃなくて、その教会に集まる信者さんたちの取りまとめ役といったような色合いの方が強いんだと思います。で、このお父様は数学の素養も非常にあった方で、小さい頃からオイラーに数学も教えているんですが、彼が大学に入る時にね、神学を学ばせようと。神学というのはキリスト教の学問ですね。神様に関する学問と書いて神学です。で、入学をするんですが、その大学の教授で有名な数学者がいらっしゃって、彼がオイラーの才能というものを認めまして、このお父様と知己があったようなんですね。で、強く説得をして彼を神学から数学に転向させた。そして彼は大学で、数学を専攻するようになるというようなことがあったそうでございます。で、その後ロシアに渡りますね。で、ロシアの大学でずっと研究を進めているんですが、当時はロシアという名前じゃなかったのかな、すいません、その辺は私よくわかりません。で、政情不安が起きましてドイツに、移ります。で、ドイツで、研究結果をどんどん発表したり、教科書を作ったりね、いろんなことをするんですけれども、やはりドイツでも皇帝との仲が悪くなったとかいうような事情があったそうで、ロシアに戻って、生涯をそこで研究を発表する、そういうご生涯だったそうです。ご結婚はなさってまして、スイス人の女性と結婚をして12人ですかね、というお子さんを作ったんですが、まあ当時の医療状態、子供の、生き残る確率というのも低かったんでしょうか、他にも事情があったのか分かりませんが、オイラーさんより長生きした子供は5人と言われています。で、オイラーさん非常に子煩悩でね、子供を膝の上でに抱っこして、あやしたりするのがお好きだったそうです。で、オイラーさんは子供を膝の上で抱っこしてあやしながらね、論文を書いてたそうです。子供をあやしながら論文書けますかね。もう頭の中に出来上がっていて、それを書き写すみたいな感じなんでしょうね。年間800ページの論文といっても、それは毎日 2.2 枚ぐらい書いてりゃ
1年間で800ページは書けるんですけれども、それは書くだけの話で、研究して優秀な数学者が一生かけて研究するような内容なんですから、頭にその論文を思い浮かべるためには一生懸命考える必要がありますよね。それを込みで年間800ページなんですから、すごいとしか言いようがない。こういう天才の方ってね、多分いろいろ一生懸命考えますね。でその結果というのが頭の中にあって、それをこうアウトプットする。今のコンピューターもそうですよね。データはものすごく早くできる。しかしプリントするのには時間がかかりますね。そういった頭脳をお持ちなんだと思います。でもう一つ、やっぱりこの方がその50数人分の優秀な数学者の実績を一人で成し遂げたと言いますが、まあ優秀な数学者、いろんな学者さんの実績というものをこう研究して研究をして、自分の研究の結論を見出すんですけども、そのいろんな学者さんの研究結果というのが自分の研究結果だから、全部自分の頭の中にあるわけですよね。だから勉強する必要がない。ですからそれだけの大きい功績が残せたのではないかなと私は思います。確かこれ私のぼやっとした記憶なんで、違ってたらごめんなさいね。イギリスの船舶会社、船を作る会社かなんかがですね、船にマストを2本立てるにあたって、どの位置がいいか数学的に教えてほしいという依頼をですね、多くの数学者、高名な数学者に、郵便で出したんだそうです。ある時ですね。でいろんな数学者が、3ヶ月いただければ多分回答できると思いますとかね、半年お時間いただければ回答できると思いますとか、答えが返ってくる中でオイラーさんだけね、1週間時間をくださいと回答があったそうです。事実1週間で回答を出した、そういうような逸話が残っている方です。でそんな頃にね、まあ栄養状態とかいろいろまあねあったんでしょう。片目を失明します。で50代の後半に白内障を発症しまして、57、8歳の頃に失明をいたします。どうやら白内障の手術というのは当時もあったそうで、受けたそうなんですが、感染症で、ダメだったというようなお話もあります。で白内障というのは徐々に進行するものですから、この方は多分目が見えなくなっても論文はこれからも発表できるという自信をお持ちだったようで、目が見えなくても論文が書けるように練習をされてたそうです。でも実際には途中までは行けてたそうなんですけれども、だんだん判読不能になって、お子さんとか仲間の数学者に代筆をしてもらって、76歳まで、失明をした後の18年間論文を発表し続けたと。ペースは全く落ちなかったというお話がございます。でこの時オイラーさんはこういうことをおっしゃってるんです。いや目が見えなくてご不自由ですねと言われたオイラーさんはですね、いや余計なものが目に入らなくなって数学に集中できる、この方がいいとおっしゃったそうです。まあこの辺の記憶力の話ですとか、この目が見えない方がいいというお話ですとか、5万ページにも及ぶ書籍というとね、どうも花輪保己一見業とかぶさるんですね。こう我が講談所
江戸時代の大学で、源氏物語を教えていた時に強い風が入ってきてろうそくが消えたと。そして弟子たちがバタバタしている姿を見て、宮城も不便なものだなというようなことをおっしゃった。それとね、いや余計なものが目に入らなくなってかえって数学の研究にはこの環境の方がいいんだとおっしゃったオイラーさん、なんとなく似てますよね。またオイラーさんの論文、これは5万ページ以上と言われてます。花輪保吉さんの群書類従666巻も1ページあたり、1冊あたり100ページですから、6万6千ページ以上ということになります。で、記憶力の天才、まあね、論文と集めてきた書類、それはレベルが違うよと言われればその通りかもしれませんけれども、逆に、オイラーさんはね、中途失明、しかも数学者として、非常に評価をされる、勉強もできた後の視覚障害。花輪保吉さんは確か7歳の時に視力を失ってますから、まあ比較するものではないですけれども、どちらが上という話ではなくて、共通点があるなという話でございます。オイラーもすごい、花輪保吉もすごい、それでいいと思います。私がこのオイラーという数学者を知ったのはフェルマーの最終定理という本でございます。このフェルマーの最終定理、サイモン・シンという方が、書かれたノンフィクション数学の本なんですが、数学の本というよりもね、数学者の本なんですね。大変面白い読み物です。ノンフィクションです。録音図書、デイジー図書にもアップロードされております。後半はこのフェルマーの最終定理のお話も交えながらオイラーさんのお話を続けたいと思います。This is Music Talk Banner Radio. それでは、フェルマーの最終定理という本について少しお話しします。フェルマーの最終定理という本は、申し上げた通りサイモン・シンという方のノンフィクションの本です。このフェルマーの最終定理というのは数学の一つの大きな課題というか問題だったものです。フェルマーというのは人の名前なんです。フランス人ですね。確か17世紀半ばぐらいにお亡くなりになってる方なんですけれども、この方ね、アマチュアの数学者だったんです。つまり大学とかそういったところで数学を研究している方ではなく、ご本業は裁判官だった。ただ数学の能力は、天才的であったと言われております。この方ね、変わった趣味をお持ちなんですね。フランスからね、イギリスとかいろんなところにいらっしゃる高名な数学者にお手紙を出すんです。私こういう定理を発見して、証明ができたんだけど、あなたできますという手紙を書くんだそうです。大変難しい、ものが多くてですね、好かれてはいなかったでしょうな。はい。で、この方は古い、数学の古典ですね、それを読みながら自分が思いついた、定理とかそういったものもこの本の余白に書き込んでたんですね。で、そういう中で難しそうなのをね、有名な数学者に、君チャレンジしてみないみたいな感じで手紙を送ってた。で、余白にこういろいろ書き込んであるんですが、まあ本人のメモなのでね、誰か
に見せようとか発表しようとかいう気持ちがないので、まあなんていうんですか、自分が分かればいいという形のメモなんだそうです。で、このフェルマーの最終定理と言われる問題についてはですね、私はこれを証明したけれども余白がないので書き込めないとしか書いてないそうなんです。で、フェルマーさんがお亡くなりになった後、息子さんがこの本を発見しまして、この余白の部分本にしたらいけるんじゃないのと思ったそうです。書籍として発行されました。そうしますとね、いろんな数学者がフェルマーのここの部分については俺証明できたよというような形でこう解明が進んでいくんですが、一つだけどうしても解明できない問題があったんです。それがフェルマーの最終予想と言われたんですね。定理というのは数学的に証明されて定理になる。それまでの間は多分こうじゃないかな、間違いなくこうじゃないかなっていう間は予想と呼ばれるそうなんですね。で、唯一残ったこの難解な予想をフェルマーの最終予想で、これが解明されたので今はフェルマーの最終定理と呼ばれてるわけです。いろんな数学者がこの問題に、挑戦をします、トライをしますね。次々と弾き飛ばされるんです。ラスボス、とっても強いゲームのラスボスみたいなもんですね。天才と言われる数学者が挑んでくるんですが、ことごとく跳ね返す。なんと350年です。20世紀の末になってやっとこの問題が解明され証明されるんですね。で、フェルマーの最終定理という本はですね、この挑戦し続けるいろんな数学者を取り上げて、この人はこういう人だった、こんなエピソードがある人だったというような形で紹介をしていく、そして最終的に、証明がされるまでをこう書いているノンフィクションです。いろんな数学者の方出てきますね。若き天才と言われた方、貴族の奥様に恋をして、というか奥様と恋をして、その貴族に手袋を投げつけられて決闘を申し込まれ、わずか19歳で、命を失った天才数学者のお話ですとかね。あとは、男性だと身分を偽って研究を続けた女性の数学者の話。またやはり人種差別だけではなく女性差別というのも当時のヨーロッパには強かったようで、その結果命を失ってしまった女性数学者のお話とかね、いろんなお話が出てきます。その中にはね、日本人も4人かな出てくるんです。で、このフェルマーの最終定理を解く鍵というのが、私も何が何だか分かんないんですけども、言葉だけ覚えてきました。楕円曲線に関する方程式、これはね、オイラーさんが、得意分野で相当深いところまで研究をしてた、そういうことでオイラーさんの名前もこの書籍に上がってるんですけど、この楕円曲線、楕円方程式が鍵の一つなんですね。で、もう一つの鍵がモジュラー方程式という、こちらの方は幾何学、幾何っていうのがありますね、図形関係を。で、このモジュラーというのはよくわかんないんですけど、虚数の部分も交えた4次元の図形なんだそうです。はい。これに関わる方程式、この2つが出てくるんですが、日本の、谷山志村予想
というのが戦後間もなく発表されたんですね。世界中の数学者が戦後間もなく日本に来て、那須の方で会議をやった。その時に、若き数学者2人がですね、これを発表したんです。どういうものかというと、楕円曲線に関わる方程式とこのモジュラー方程式は同じものではないかという予想を発表して、それから数学者がたくさん、これについて検討するんですが、確かにそのようだと一致するものがたくさんあるということはわかるんです。ただ完全に証明されない中、ある学者がですね、これを証明できるとフェルマーの最終定理を証明したことになりますよという論文を発表をしたんです。で、確かにその通りだとは言われたんですが、そう認められたんですが、この谷山志村予想の証明にはいかなかったんです。それが20世紀もう最後の頃ですね、最後の10年あたり、アメリカのある学者がですね、この証明に取り組むんですね。志村谷山予想を解明するぞということでね、ねじり鉢巻きで、まあねじり鉢巻きはしてないでしょうけれども、8年間屋根裏部屋にこもってね、秘密裏に研究をするんですね。誰にもこの研究をしてることさえ誰にも知られてはならないと、8年間、ひたすら一人で、当時も数学はね、みんなで研究しようねっていう空気なんですけども、やっぱりね、このフェルマーの最終定理を解くというのは大きな名誉ですからね、はい。で、彼が研究している途中で、ある日本人がね、解けたということで発表したんです。ところが、その論文を査読というんですが、入念にチェックするとほんのちょっとのほころびがあって、これは証明にならないということで、このアメリカ人の数学者はまた必死になって、これを解く。ところが、これが解けたと発表したんですが、やはりほんのちょっとのほころびがあって、もう大変な騒ぎになって、証明されたっていうことで、テレビにもで、新聞でも、世界中の新聞でも取り上げられたのに、後にほんのちょっとのほころびがあるというのが、現実化してまいりまして、このアメリカ人の数学者、そのほんのちょっとのほころびを解消するということに2年間ぐらいかけてるんですね。まあ、その時もそのほころびを解消する理論として、日本人の数学者が発見した理論が関わってきます。こういったお話でございます。まあ、そういう中でオイラーさんの お話も、私が先ほど申し上げましたようなエピソードがこの本には載っております。まあ、このフェルマーの最終定理でオイラーさんのお話をね、読んだところで、あ、立花龍之介ラジオにも取り入れたいなと、この人のお話したいなと思ったんですが、なかなかね、たくさん科学者の名前出てくる、数学者の名前出てくるもんですから、名前が覚えられなくてね、オイラーさん名前覚えられないんで、なかなかネットでの検索もできないですよね。で、そんなんで、あ、名前なんだったっけとか言って、数学者、視覚障害者とか入れるんですけど、出てこないんですよ。で、この方、オイラーさん、功績がいっぱいあるもんですから、なんとか関数とか、関とか関数とかね、やっても全部、その、オイラーの関数とか、オイラーの方程式とか、そういう名前がついてるもんですから、名前が出てこないと、業績も調べられなくて困ってたんですよ。である日ね、くだらないダジャレを
思いつきまして、それから忘れなくなりました。あ、そうだ、この人の紹介、冒頭のところでこう言えばいいんだ。はい、皆さんこんにちは。今日はスイスの数学者オイラーさんのお話をします。オイラーはドラマーではなく数学者です。このくだらないダジャレを思いついたおかげで名前を忘れなくなりまして、検索が進んだという話でございます。若い方、オイラーはドラマーが分かんないのかな。まあ調べてください、ね、数学の話で最後ダジャレで締める、なんというやつだということですが、ごめんなさい。天才の話が続いています。まあ私もそうですし、リスナーの方の中にもね、俺は天才じゃねえやと。いや、もちろんそうです、私も。で、一つ思うことはね、このオイラーさんにしても花輪保喜一にしても杉山和一にしても八橋兼業にしても、やってる時楽しかったんだろうなと思うんです。楽しくなきゃね、毎年800ページの論文書けないですよね。楽しくなきゃそんなね、666巻の本なんか作れないですよ。うん、45校も公立の盲学校作れないですよ。ことの音楽、まあそもそも音を楽しむということですから、八橋兼業も楽しくやってたんだと思います。まあ苦しいことはそりゃありますけども、苦しいことを乗り越えるのも楽しさの一つだったのかなと。私も立花龍之介ラジオやってて、そう感じることはたくさんあります。好きなことだから楽しいのか、楽しいことを見つけたからそれが好きになるのか、どちらかは分かりませんが、とにかくオイラーさんも楽しく難解な数学を解き明かしていったんだろうなと思います。最後に一つね、先日水族館に行くとお話したんですけれども、行ってきました。大変楽しかったです。まあ水族館はね、中はちょっと薄暗いんですが、ガイドヘルパーさんが楽しく詳しくご説明してくださいまして、水族館も楽しかったです。お昼ご飯も非常に美味しくて、約40人ぐらいで、行ったんですけれども、楽しかったですね。視覚障害者だけではなくね、いろんな障害の方ですから、半数ぐらいは付き添いの方とかガイドヘルパーさんなんですが、美味しいご飯も食べられましたし、途中でね、食品工場のにもよりまして、そこで作ってる食品、買ってきました。美味しくいただきました。あとはね、サービスエリアっていうんですか、高速の、以前まだ車を運転してる頃によく寄っていた、仕事で、その地域に行って帰りよく行っていたサービスエリア、たまたま寄って、1時間ぐらい休憩したんですけども、懐かしさもありましてね、あ、ここのお蕎麦屋さんまだあるんだ、美味しいんだよなここ、時間無理かなとかね、あ、ここのカツ丼よく食べたなとか、今度こんな新しい、食べ物屋さんもできたんだとか、フードコート結構充実してるサービスエリアでね、表にも屋台かなんかあってね、でちょっとした食べ物のお土産買ってきて、それも10日ぐらいかけて美味しくいただいたんですが、まあこの新型コロナウイルスの流行以降ですね、まあ約3年にならんとするわけですから、こんな大勢での外出も久々です。テンション上がりまして、大変楽しく過ごしました。まあね、コロナの感染には十分注意するということで、バスの窓はちょっと寒かったんですけど開けっぱなしとかね、バスの中では大声で話さないように、なるべく静かにしていようとかね、多少の制約はありましたけども、楽しく過ごしてまいりました。今日も最後まで聞いてくださいまして本当にありがとうございます。それでは失礼いたします。
日は立花龍之介ラジオを聞いてくださいましてありがとうございます。このラジオの内容は立花本人の経験や感想に基づいています。正確な検証をしていないこともあります。どうかご了承ください。今後も気軽で楽しい放送をお送りできるよう努めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。